吉谷さん、接客業で大切な、確かね、S だと思いますよ。なんかスマイルとかね、そういうのが大事だってことを話したと思います。まあ、これはね、私が新入社員の時に、会社に新卒で入った新入社員の時に、一番最初に受けた研修なんですよ。で、それをそのまま丸パクリしてたというね。で、その3つの S とか5つの S っていうのをやった会社は、私の場合は潰れましたということで、何だったんだろうということでございますね。まあ、要するに、知識があっても使ってなければ無意味ですよってことです。私も知識はありました。自分では使ってました。でも自分の社員に使わせることができなかったってところがあったのかなと思いましたね。任ともかんともでございます。で、やっぱね、私ね、思うんですけども、自分を高く見積もってる人が多いんじゃないかなと思うんですよ。だから自分が例えば動画発信をするんだったら、このレベルじゃないと発信できないんだって思っちゃうんですよ。で、私の場合は自分自身がそれほどまでね、偉そうな人間だと思ってないんで、まあ私のレベルだったらこの動画でもう精一杯ですよみたいなのね、どん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 出していくんですよ。で、その中で評価していただける動画の続編を作っていくっていうのがいつものパターンですよね。まあ、そして多くの方が求めているテーマっていうのはその時その時によって変わりますから、ですんでテーマも変わってしょうがないかなと。逆に専門チャンネルっていうのは結構ね、ロングテールではあるんですけども、その時その時の発信スピードが落ちちゃうんじゃないかなと思いますね。だってネタがなくなる瞬間ってあるじゃないですか。でもジャンルを限らないと、例えば限るにしてもね、お金の問題解決ってことにするとほとんどのジャンルがそれになるじゃないですか。だから使えるなと思うんですよね。はい、それでですね、今日はこういう話をしましょうか。熱海に一緒に行ったじゃないですか、吉谷さんと。熱海で合宿したんですけども、その時にね、塾生さんと一緒にテラスから山を見ながら話したことがあるんですよ。この山の上にでっかい観光ホテルを作ろうと思って実際に建ててる人もいますよね。その中で3つの段階があると、3種類に分かれると。1つはその山の上にね、ホテルを建てることなんて到底ね、考えもつかないし、ちょっともう無理だろうと思う人。そんなのは、あの山、道路1本ないよ。どうやって電気、水、その他の設備すんの、そもそも人来るのって考える人ね。これが1種類目。もう1つは、すでに私たちが合宿行った時もそういう山の上にホテルってあったわけですよね。そういうのを見て、あ、やってる人がいる、自分にもできるかもしれないって思う人ね。これが2つ目。3つ目は、うわ、山の上にホテルが建ってる、もう無理だ、もうあんだけあったらバランス取れてるだろうと、新規参入無理だと思う人、何なんだよということですね。この3種類の人間、結局どんな環境を見せられてもやられない理由を見つけてやらない人とね、どんな環境を見せつけられても自分の思う通りにやっちゃう人に大きく2つに分かれるんじゃないかなと思います。まあ、あともう1個あるとしたら、実績があるからできるんじゃないかなと思って勇気が出る人ね。まあ、私がね、ネットビジネスでまだ1円も手にしてない頃、セルフバッグを人にお話して80万を得たというね、稼いでない人が稼いだということですね。これを一つの例え話で言うならば、もう灯油の時期終わりましたけども、灯油のポンプってこうやって最初手で押すじゃないですか、コッ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 と。最近はね、電池のやつもあるみたいですけども、我が家はこうやって手で押すポンプですよ。で、最初にちょっとこうやって押すと、あとはほっといても勝手に灯油がこうやってね、タンクに回り始めるじゃないですか。そういう草なんじゃないですかね。だから最初はちょっとね、自力でやるところがいるんですよ。でもネットビジネスってだん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 手を離れて勝手に回るようになるんですよね。まあ、それがだから私は今なのかなと思います。もちろんいつかこっちの灯油がなくなると、サイフォンの原理もいつかなくなってね、また新しい灯油組みに行かなくちゃいけないと思いますけども、そのために私はジャンルがたまに変わるってことですかね。おおむね、1年前とか3年前ぐらいの余力でやってますけども、今度は1年後とか3年後のことを考えて今からその余力を作っているって、その繰り返しなんじゃないかなと思いますね。だから今日いきなり全てをやめても、すぐに直ちにね、暮らしに影響があるわけではないですけども、やっぱ数年後にはダメージが来ると思いますので、ですんでね、今は未来を追いかけて前倒しでやってるっていう状態かなと思います。ということで、YouTube もそうですからね、今日の収入のための YouTube じゃないんですよ。やっぱり1年後3年後5年後の資産を作ると思ってしっかりと構築した方がいいと思います。1年3年5年あったらやっぱり1万本ぐらいできると思いますからね。1万本作ればまあ1億円ぐらいになりますよ。いってらっしゃい。